皆さんこんにちは。今回は今年4月に発刊された中小企業・小規模企業白書をもとに、そこから見える日本の姿についてお話しします。いつもとジャンルの異なる分野ですが、関心がある方はぜひご覧ください。今回はこちらの概要版を使ってお話しします。概要版は51ページにわたり白書本編を要約して説明しています。今回はこの中でも僕が気になった点だけをお話ししていきます。なお、白書の本編は中小企業編と小規模企業編の上巻・下巻に分かれていて、それぞれが約600ページ、400ページとボリュームがあります。これからのお話は概要版をもとに本編資料を織り交ぜながらお話ししていきます。まず、中小企業白書についてご説明しますと、中小企業白書は中小企業庁が発刊する中小企業基本法に基づく年次報告書です。2023年版で60回目を迎えます。次に小規模企業白書は、小規模企業振興基本法に基づき、中小企業庁が発刊する年次報告書です。2023年版で9回目を迎えます。さて、中小企業者と小規模企業者の区分についてお話しします。中小企業とは、中小企業基本法に基づく中小企業者を言います。小規模企業とは、同法に基づく小規模企業者を言います。具体的に申し上げますと、製造業、建設業、運輸業、その他の業種は、資本金3億円以下、または常用雇用の従業員300人以下の企業。卸売業は、資本金1億円以下、または常用雇用従業員100人以下。サービス業は、資本金5000万円以下、または常用雇用従業員100人以下。小売業は、資本金5000万円以下、または常用雇用従業員50人以下を指します。なお、資本金規模、従業員規模のいずれかを満たせば中小企業に分類されます。次に小規模企業ですが、小規模企業者は従業員規模で分類されます。製造、建設、運輸業、その他の業種では常用雇用従業員20人以下、卸売業5人以下、サービス業5人以下、小売業5人以下になっています。ただし、中小企業者、小規模企業者ともに業種によって従業員規模の例外があります。さて、それでは白書の概要をお話しします。今回の白書では、総論として中小企業、小規模企業が引き続き厳しい状況下にあること、そしてこれを乗り越えるために価格転嫁に加えて国内投資拡大、イノベーション加速、賃上げ、所得向上が重要としています。具体的には、賃上げ促進は価格転嫁と生産性の向上が重要であること、そしてこの価格転嫁を取引慣行として定着させること、また生産性向上は投資拡大、イノベーションの実現が重要と結論付けています。しかしながら、試験を言えば一次下請けや二次下請けが多い日本の中小企業では、価格転嫁は相当の交渉力が必要であることや、それを取引慣行として定着させることは高い障壁があると考えます。また資本力が脆弱な中小企業が投資を拡大したり、イノベーションに資本を投下することは重い経営判断となると考えます。次に概要では、中小企業は価値創出により作り上げた競争優位性で価格決定力を持ち、持続的に利益を生み出す企業へ成長を遂げることが重要であると言っています。また小規模企業者においては、支援組織、自治体のサポートを得ながら地域の持続的発展の担い手となっていくことが重要としています。それでは総論を見ていきましょう。まず、現状の目線合わせです。コロナの影響で落ち込んだ中小企業の売上高は回復基調にあります。図表1のグラフを見ますと、2019年の約140兆円をピークに、コロナの感染拡大で2021年ボトム120兆円まで落ち込みました。その後、2022年末には129兆円まで回復しています。これは2017年第1四半期と同水準になっています。しかし、これを業種別に見ると、図表2のように財総合は堅調ですが、宿泊・交通の業種は回復が鈍く、2019年の水準まで回復していません。なお、財総合とは小売業消費全体を指します。そしてこの図表の灰色の部分は、緊急事態宣言やまん延防止措置が発令された期間を表しています。いかに宿泊・交通の業種に影響があったかが読み取れます。次に、外食産業の中でも回復状況が二分していることが読み取れます。図表1では、喫茶・カフェと居酒屋の消費水準の推移を表しています。2022年3月をボトムに、それぞれ消費水準が上向いてきていますが、依然として居酒屋はコロナ前の消費水準まで回復することができず、厳しい経営が続いていることが読み取れます。また、宿泊業においても業態によって回復に差が見られます。
図表2の客室稼働率の推移を見ると、ビジネスホテルは回復の兆しが見られるものの、旅館は低迷を続けています。こうした中、旅館では営業形態を転換し、団体温泉旅館から個人特化型旅館に刷新して、ライブ感や非日常感を演出して高級旅館へのイメージへ転換するなど、ブランド価値の向上に取り組んでいるところも見受けられます。次に概要では、宿泊業の売上に寄与するインバウンドに着目しています。図表1でお分かりのように、訪日外客数は2020年4月からゼロに近い水準で推移し、2022年10月頃から復調しています。また着目する点は、2019年2月を客とした時、訪日客を国別で見ていくと、ベトナムが 1.4 倍と突出して増加しています。一方、中国は当時の20分の1程度にとどまっています。これは中国政府が海外渡航を制限していたことが要因と思われます。次に、図表2の年間延べ宿泊者数の増減率を見ると、2020年対比で2021年はマイナス 4.2% と減少に歯止めがかからない状態でしたが、2022年に入ると 36.9% に復調しています。これは訪日客の増加に合わせ、国内の人の移動が緩和され、日本人の宿泊旅行が増えてきているものと思われます。次に話題を変えて、物価動向について言及しています。図表1を見ると、企業物価指数及び消費者物価指数ともに2020年1月から急激に上昇しています。企業物価指数とは、生産者の出荷・卸売段階における物価の動きを反映する指標です。ここでは2020年を100として、2023年1月では 19.8 ポイント上昇しています。同様に消費者物価指数も 10.4 ポイント上昇しています。企業物価指数が急激に上昇している要因は、輸入原材料の高騰や円の為替レートがドル円で円安基調に推移していることが考えられます。これは図表1、下段の企業物価指数を寄与分解したグラフからも読み取れます。2023年2月期のグラフを見ると、寄与分解の指数を構成するその他が 8.2% となっています。このその他は為替要因であると考えます。このような物価の高騰が中小企業の収益に及ぼす影響を調査したものが図表1です。これはエネルギー原材料の高騰による企業業績への影響を調査した結果を取りまとめたものです。エネルギー・原材料価格の高騰による企業業績へ及ぼす影響は、2020年では 39.6% が業績にマイナスであると答えていましたが、2022年では 65.2% の企業がマイナス要因と捉えています。これはエネルギー原材料価格が短期間で高騰し、収益構造の改善が追いつかなかったことを意味しています。そして図表2のように、物価高騰への対応として製品・サービスの値上げや経費の削減、業務効率の改善などの対策を講じています。次に人手不足について考察しています。図表1を見ると、2009年までは過剰感のあった人手も、その後右肩下がりに人手不足感が強まっています。2020年後半から2021年にかけて若干の解消が見られましたが、コロナによる経済活動の停滞や社会環境の一時的な変化によるものです。この要因が払拭された後は、再び従業員不足が続いています。図表2に目を転じると、この人手不足感に一段の拍車をかけている要因が、時間外労働の上限規制です。いわゆる2024年問題です。作業量は労働力と労働時間をかけたものですから、現状の作業量を維持しつつ、労働時間を減らすには労働力を増加しなければなりません。中小企業では従業員の確保が重要な経営課題になっています。それでは、こういった人手不足に対して中小企業がどのような対策を講じているかを見ていきます。図表1を見ると、圧倒的に正社員の採用による人材確保に集中しています。これは単純明快な対症療法です。人が足りないから人を補充しようという思考です。この他にも、業務プロセスの見直しや社員の能力開発など、業務フロー改善や人的パフォーマンスの向上を講じている企業もあります。こちらは少ない人員でいかに経営効率を維持向上するかという思考です。それでは、こういった人材確保のために中小企業がどのような方策を取っているかを見ていきます。図表1にあるように、給与水準の引き上げや長時間労働の是正など、処遇改善により人材を確保する動きが見られます。この調査は複数回答を集計したものなので、企業は複数の処遇改善策に取り組んでいることが読み取れます。こちらでは兼業・副業について検証しています。図表1は、中小企業が兼業や副業人材の活用を調査しています。
設問は受け入れの目的を調査しているもので、自社の従業員の兼業、副業の是非を問うものでないことに注意が必要です。意識調査としては、自社の従業員の兼業、副業の是非について調査したものがあれば、これも掲載する必要があると感じます。さて、次は賃上げに対する動向について言及しています。図表1は2020年から2022年までの3年間にわたって賃上げの意向を調査したグラフです。2020年では賃上げを実施した企業が 38.2%、 賃上げ未定 48.3% だったのに対して、22年では賃上げ実施 52.6%、 賃上げ未定 9.3% と、調査企業の半数以上が賃上げを実施したと回答しています。人材の確保と流出防止のために処遇改善に取り組んだ結果と考えます。2020年にオレンジ色の態度保留であった企業が賃上げに動いた結果と読み取れます。またこれと反対に、2020年では賃上げを行わないと回答した企業が 13.5% だったのに対して、2022年では賃上げを行わないと回答した企業は 38.1% に上りました。これは賃上げを検討した結果、最終的には賃上げを行わない結論に落ち着いたものと思われます。2022年のグラフは2020年のオレンジの回答群が賃上げの実施、不実施に分かれた結果です。図表には賃上げを実施した事例です。代表的な賃上げ事例を取り上げていますので、何とも言い難いですが、いずれも長期的な展望に立って人材確保に取り組んでいます。こちらのお話は割愛します。次は中小企業の価格転嫁についてお話しします。図表1は中小企業の製造業と大企業の製造業の1人当たり名目付加価値額とその変動要因を表したものです。名目付加価値額とはざっくりと粗利額を捉えています。着目していただきたいところは価格転嫁力指標です。この濃いオレンジの部分です。中小企業では2000年から一貫して年率マイナスで推移しており、これが1人当たりの名目付加価値額の低下に影響しています。要するに価格転嫁力が落ちてきているため、十分な粗利益を確保することができず、1人当たりの付加価値額が低下しているということになります。大企業のグラフを見ると一目瞭然ですが、大企業では価格転嫁力が年率プラスで推移しています。このように仕入れ価格、原材料の上昇分を販売価格に転嫁することで粗利益を確保していることが読み取れます。もう一つの見方は、下請け企業である中小企業からの価格交渉に応じず利益を確保しているという見方もできます。こちらのお話は割愛します。こちらは都市部と地方圏における中小企業の雇用状況、そして規模別に見た売上高、設備投資の推移です。図表1は東京圏と地方圏の常用雇用者規模の割合を示しています。これを見ると、東京圏は常用雇用者数20人から4999人の企業の割合は 60% であるのに対して、地方圏では 70% になっています。このことから、地方は一定規模以上の企業が雇用を吸収していることがわかります。なお、東京圏とは東京、埼玉、神奈川、千葉の1と3県を指します。また地方圏とは東京圏以外の道府県を指します。さて、次に図表2の1企業あたりの売上高、設備投資額の推移を見ます。2009年を基準にしたグラフですが、2014年以降、中堅企業の売上高、設備投資額の伸び率が大企業を上回っています。一方で中小企業は2017年をピークに売上高の伸び率がマイナスに転じており、2009年の水準まで回復していません。こうしてみると、中堅企業、ここでは資本金1億円以上、10億円未満の企業を言いますが、この中堅企業が地方の中核企業として雇用や地域経済の中心的役割を担うことが望まれます。ここでは地方の包摂的成長の観点からデータ分析をしていますが、別の視点から見ても興味深い調査結果となっています。図表1は都道府県別の実感的な可処分所得を掲載しています。調査した世帯は可処分所得の上位 40% から 60% の中央世帯です。一般的な世帯層と考えます。表の左から、可処分所得、基礎支出、そして可処分所得から基礎支出を控除した実感的な可処分所得が表示されています。可処分所得は世帯層所得と読み替えてもいいでしょう。基礎支出は食料費プラス家賃、持ち家帰属家賃プラス光熱水道費で算出しています。東京都を見ると、可処分所得は全国で12番目に多く、基礎支出は全国一高くなっています。そして実感的な可処分所得は47都道府県中42位となっています。
これを見ると、東京都の世帯は、食料費、家賃、光熱費などの基本的な生計維持コストが、他県よりも高額で、裁量的に処分できる所得が少ないことが読み取れます。端的に言うと、経済的には住みにくい地域であることがうかがえます。富山県、三重県などは、可処分所得が多い上に、基礎支出が少ないため、相対的に実感的な可処分所得が多い地域であり、経済的にゆとりのある、住みやすい地域であると思われます。この図表からは、富山、三重の基礎支出がどれくらいなのか、読み取れませんので、こちらの表をご覧ください。これを見ると富山県は、全国で8位、三重県は19位でした。実感的な可処分所得は、東京都が19万3000円、三重県が26万4000円と、7万円の開きがあります。住みやすさをどこに求めるかですが、金銭的なゆとりから見ると、三重県や富山県に軍配が上がります。また、図表1では、都道府県別に見たフルタイム雇用者の平均可処分時間を調査していますが、北海道の778分が1位となっています。北海道のフルタイム雇用者は、平日の約13時間が自由に使える時間になっています。一方、東京都では742分、約12時間と、北海道に比べて33分、可処分時間が少なくなっています。また、全国平均は749分ですが、東京圏の都県はいずれも平均を下回っています。これを見ると、東京圏の勤労者は、通勤時間や時間外労働に追われて、自由に使える時間が少ないことがうかがえます。ここではもう少し掘り下げて、それでも住みたい東京圏の要因を追求してほしいところでした。こちらの資料は、地方に暮らす人たちが東京圏に移住することを選択した背景を調査したものです。移住を決断した事情は、性別で顕著に分かれます。男性は、希望する職種の仕事が見つからない、賃金等の待遇が良い仕事が見つからないなど、仕事にまつわることが要因になっています。一方、女性は、日常生活が不便であること、公共交通機関が不便であること、など、生活にまつわることが要因になっています。このようなことから、東京圏へ移住した方々は、経済的には、生活しづらい地域であるにもかかわらず、仕事や生活の利便性を優先していることがうかがえます。こちらのお話は割愛します。次に中小企業の事業承継について、見ていきます。図表1は、経営者の年齢を5年ごとに捉えたグラフです。2000年では、経営者の最も多い年齢層は50から54歳でした。2015年には65から69歳と、年次が進むごとに経営者の年齢層も高齢化していました。2022年を見ると、経営者の年齢は60から64歳、65から69歳、70から74歳とピークが分散しており、2015年の65から69歳の経営者の山がフルスライドしていません。このことから、事業承継による世代交代や廃業などによる経営者の若返りが見て取れます。また、図表2では、事業承継時の経営者年齢別に見た事業再構築の取り組み状況をグラフ化しています。新経営者の年齢が若いほど、意欲的に事業再構築に取り組んでいることがうかがえます。以上、中小企業白書、小規模企業白書の概要から見える日本の姿でした。今回は、時間の都合で、端折った内容でしたが、次回は、本編に基づき、お話をしますので、どうぞよろしくお願いします。